指せ北関東制覇ピエールです。で、私本日は栃木県乃木町に来ております。そして、レンガ窯でございます。国指定重要文化財乃木町レンガ窯ということで、通称ホフマン窯、あるというところですけども、実はこっちがメインではありません。紅葉ですというところで行ってみたいと思います。国指定重要文化財旧下野レンガ製造会社レンガ窯、乃木町レンガ窯、すげえなあ、すげえすげえ、紅葉がすげえ。 どっちだろう、入り口から行きたいよね。向こうが入り口かな。ちょっと向こうから歩いていこうか。じゃあ、というわけで正面にやってきました。ここはまあ乃木ホフマン窯、まあ、レストランとか、展示室とかがあるところになりまして、こちらの正面にあるのがレンガ窯ということで、まあそこの脇にあるところにこう広葉樹があるという、広葉樹で広葉があるという。そしてね、また見つけたよ、恋人の聖地。何個目だよ、何個聖地あるんだよ。どうだね、恋人の聖地も、ゲットしたというところで、じゃあ紅葉見ていきたいと思います。いや、これ、ね、ちょうどね、このレンガ窯の、先端のところに太陽が来るような感じで今撮っているっていうところでね、ちょっとずれちゃうとね、これ、まあ、超眩しいというね。うわ、すげえなー。いやー、朝一に見に来るとやっぱ迫力がすごい、でかいね。この並木が100メートル以上続いてるって。でね、こっちがレンガ窯で、こちら100円払うと、入れるということで、説明もしてくれるみたいなんでね、後から入ろうとは思います。紅葉の並木を歩くとこういうところあんまり来ないもんね。山には行くけども、これ右にあるのなんだろうな、レンガ置き場とかそんな感じなのかな。すごいすごい、朝日に照らされた紅葉が、これなんだろうね、イチョウじゃないもんね。どっちかというと杉みたいな感じの葉っぱしてるもんね。なんだろう。あ、でもまあ150メートルぐらいなのかな、続いてて。あ、向こうにイチョウがあるね。イチョウはもうちょいこれからだね。まあ、ただここは、いいね。これ何がいいってね、この真ん中ね、ずっと歩道なのよね。車道とか、表参道とかそういうところだと車道があったりするからね。そういうのじゃないっていうところはいいよね。いやー、レンガ窯と紅葉のほど、いいね。紅葉、これ横から見ると、この角度で見るとやっぱすごいや、並木道として。美しい。ちょっと調べたら、この木メタセコイアっていう木らしいね。こんな綺麗な紅葉すんだね、美しい。で、この、逆の終点までダルシダンで、ホフマン窯の方に戻る感じですね。左にレンガ窯があって、いや、すごいな。ここ画角上げるとすごいよね。これもですね、これまだ見れるね。今週中、来週頭ぐらいになるともうちょっときついのかもな。結構落ち葉になってるし。で、レンガ窯見えてきたね。紅葉に入るレンガ窯もいいね。なんか入り口がある、火くべんのかな、下手で窯だもんね。いやー、でも煙突もすげえなー。
というわけで100円払って、入場券を買ってきました。で今外に出てきたんですけども、これが作ってたレンガなのかな。でなんか入るのにはね、聞こえるかな、ヘルメットがいいらしくてヘルメット借りてきました。というところで、レンガ窯、乃木町なんだね、乃木町じゃないんだね、こっちは。旧下野レンガ製造会社レンガ窯ということで行ってみましょう。で今ちょっとやってないんですけども、見学ツアーっていうのも、まあ、コロナ前は多分やってたんじゃないかなっていうところで、うわすげえじゃんで今はまあ自由に入ることができるよっていう話ですけど、まあ、こっちからは入れないんだな、階段封鎖されてるわ。レンガ窯推しだとこれかな、画角的にはサムネイル候補ということでね。で、あ、順路あったね、見学順路ということで、中に入るのかな、あそこ空いてるね。2つの階段、炭を入れる方と、まあ詳しいねものに関しては皆さん来ていただければ、いいね、ここ入っていくんだ、よいしょ、うお、こんなとこ歩けんの、ちょっと紅葉のついでだと思ってた自分が恥ずかしい、ここすげえよ。あ、で、ここから炭入れたりみたいな感じなのかな、ちょっと説明が書いてあるんですけどねすごいな、これが焼いてたレンガって感じなの、レンガの運搬持ってみよう、約18キロ片手でいけるかな、あ、重いねあ、だいたい予想通りの18キロの重さでした。おー、すごいすごい、刻印が押された、あ、この星の形の、わかるかな、これね、この星の形が、下野レンガ製造工場の刻印らしいですわ。で、こっからまた出てくるのかな、おお、確かにこれは頭ぶつけるわ。じゃあ今度上行くのかな、ああなるほどね、この先でこっから風を送るのかな、点火するとか、あれ出れねえじゃん戻る感じですかね、2階も見れんのか。でこっちがレンガ置き場だと勝手に僕が思ってるところで、で2階に行けるって、2階見れんだ、すげえな。で2階に行きました、うわすげえな2階、あ、こっから炭入れるのね、上から、すげえや、なんか昔作ってたんだろうなっていうのがよくわかる。あ、そこ窯開いてんだ、見学順の左、うわなんか色ついてるからわかる、すげえや。あ、でこれあれか、これ真ん中に立ってた高い塔、うわなるほどね、あれが煙突になっててこの下でやってたと、うわ面白い。工場見学とか好きな人はね、まあ、機械じゃないけど人力のこう工場っていう感じでね、いいよね。うわいいないいな、これはちょっと楽しいわ。でね、ほら分かんないかな、後ろに紅葉見えんのよでね、これちょっといろんな説明とかもあるんですけども、それはちょっと皆さんで来ていただいて見てもらえればというところでね。はい、というわけで本日は栃木県乃木町の、まあ紅葉、ホフマン館前の紅葉と、まあ、旧下野家のレンガ製造会社というところでね、あ、裏にあれだね、乗馬場があるから馬走ってるね、いや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 、まさか紅葉を見に来たね、先でこんな楽しいことが待っていようとは。いやいや、工場見学とか今できないからね、コロナの影響でどこも食品会社とかやめてるしね。いやいや、ということでした。
はい、アクセスになります。車ですと東北道の加須インター降りてから40分、まあ、まだ4号バイパスずっとね北に北上してもらえれば、まあ東京の北の方に住んでる方だったらそっちの方が早いのかなというところになります。電車ですと古賀駅の方を降りまして徒歩35分なんで、まあタクシー使えば10分ぐらいで来れるのかなというところで、まあ無料の駐車場もねあるんで車で来ることは相変わらずお勧めしておりますというところです。いやーまだね紅葉だと、これよく見れば右の木の方まだちょっと緑色なんだよね。まだまだ見れそうなんで、まあ乃木町ちょっと紅葉見がてらレンガ浜見てみるとね、結構これハマる人はハマると思うんで、ぜひ皆さん、栃木県乃木町の方に、乃木町の方にお越しくださいませ。ご視聴ありがとうございます。